六家庭夕原はは、岩手県東野市出身の落語家、アナウンサー、女優。旧芸名、川野目エリー子、川野目邸南天。岩手県立花巻南高校、宮城学院女子大学美文学科卒業。落語芸術協会仙台事務所所属。NHK 仙台放送局の専属パーソナリティとして、地域情報番組を中心にアシスタント、レポーターとして活動。 近年は、舞台女優としての活動にも力を入れており、川の目エリコ実験劇場などの小劇場公演や、23世紀、仙台恋愛のすすめ、ランフォーユアワイフ、理科の教育での主演を務めている。話し方教室の講師を経て1997年12月、東方落語に入門、落語家、川の目定南店としても、東北を中心に活動。年月、 東方落語の真打ちに昇進。2010年6月、落語芸術協会に認められ、三遊亭遊ぶ31門となり、道国仙台寄せに、レギュラー出演する。2012年4月、大震災があった東北6県が花開くように、との願いを込め6家庭遊戯と改名。三遊亭遊ぶ3、三遊亭子ユーザーを仙台に招き、改名披露工業を行う。 2014年10月中席新宿末広亭出演。道国仙台寄せ、道国山形寄せ他に出演中。2018年12月第73回文化庁芸術祭優秀賞。2019年2月1日付で落語芸術協会に客員演者として加入する。ありがとうございます。